はい、ということで時間も遅いので、恒例の全選手応援歌いきたいと思います。じゃあ一番清田から、早坂、までちょっともう駆け足でいきたいと思います。清田Oh!
¡Gracias!
という歌を歌振り返ってまいりました。前世紹介でした、ね、やっぱりまとまらないかもったいないね、なんかねいろんな声が飛び交っておりますよ。このよっしゃ行くぞってなんかね使いたいですね。なんかね、でも毎回だとあれかもしれないです、ね。まあ、いろんな意見が飛び交ってますけどもね、はい、そうですね、やっぱり今年引退戦術もう一回応援しましょうか。あの2010年 の、 クライマックスシリーズ決定の時 の、 あのヘッドスライディングね、印象に残る選手ではありました。本当にお疲れ様でした、今岡選手。はい、そして、マサとか、マサとね、第1代背番号西村監督の次の背番号3番だったんですけどもね、まあ印象に残るのはダルビッシュからのランニングホームランでしょうね。ね、今シーズンも結構活躍してくれたんですけど残念です。みなみ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 風に乗せて大きく飛ばそう、打てろ打てろ打てろさあここで燃えろみなみ、カットのせいみなみみなみ風に乗せて大きく飛ばそう、打てろ打てろ打てろさあここで燃えろみなみ、カットのせいみなみ。そしてまとまね、本当ね、僕は前も言ったかもしれないですけどね、僕たちはプロ野球選手だったっていうね、ドキュメンタリー番組を見てね、俺は的場選手すげえ応援しようと思って、個人的にもね、ちょっと感情が入った応援歌になってしまいましたけども、的場選手は本当に頑張ってほしかったし、2010年優勝もね、すごく貢献してくれたと思います。本当に、お疲れ様でした。まだまだできるぞ、的場！まだまだできるぞ、的場！自分のさ、試合のキャッチャーとか出ればいいじゃん、さ、まだまださ、ね、はい、考え直せ、的場！考え直せ。